プレートの境界線でできた海港海洋地質学は海底の地質を研究対象とする地質学の一分野である。地球表面の約70%は海域でありながら古い地質学にとっては沿岸の浅瀬を除いては海底の地質はほとんど研究の対象とならなかった。このことは一つには海底の地質を調べる技術的困難が原因になっていたからであり。 もう一つには海底の地質構造がかなり単一なものであるとみなされていたからである。しかし最近では海底を調査するための技術が非常に発達し調査結果により海底の地質構造および地殻構造は必ずしも単純なものでないことが明らかになってきたことなどによって海洋地質学は目覚ましい発展を遂げている。海洋地質学は 地質学を中心にして、地球物理学、地球科学、生物学、天文学などの処分野と関連を持つ、総合科学である。なお、海洋地質学の同義語として、海底地質学という言葉が用いられることがある。海洋地質学は、大西洋の深海堆積物の研究から始まったと言える。19世紀中頃、新大陸の発展に伴い、 ヨーロッパと北米との通信関連が非常に重要になってくると海底電線の敷設工事や修理工事が盛んになった。そのため海底地形の詳しい調査が必要になり、また海底堆積物の性質を明らかにする必要があった。このような産業上の要請に応えてケルビン式促進機やブルーク式砕泥機などが作られ海底の地質が研究されていった。 ありがとうございます。